皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。前回のテキサスラリーでの虎親分のクライマックス部分の朗読聞いてくださってありがとうございます。たくさんのコメントありがとうございます。お役に立てているんだなぁと思って、とても嬉しくてやる気が出ます。ありがとうございます。今回のスピーチですが、ジュリアさんという私が時々ご紹介している女性の方が、 トラオヤ文のスピーチのね、書き起こしをしてくださっているんです。多分、聞いてすぐ書いてみたいな感じの聞き語りだと思うんですが、それをツイッターで紹介されているのでご紹介したいと思います。2023年の3月26日の午前9時10分頃の書き込みから行きたいと思います。トラオヤ文。私たちは、 アメリカの第47代大統領としての就任先生を行った時に何,何をするかについて大胆で先見の明のあるビジョンを提示しています。と言います。ト虎親分がこれに私たち全員をどのように含めているかに注目してください。それは私たちの国とその国民に関するものであり、彼や機関ではありません。と、ジュリアさん。 トラオヤ文、大統領として私は南部の国境への侵略、家への侵略、テキサスの牧場主への侵略を直ちに終わらせます。私のリーダーシップのもとで壁を封印し、それをさらに拡大します。長い間機能する二つのものは壁と車輪です。トラオヤ文、私は全ての州及び連邦機関にアメリカ国内の全ての すでに知っているまたは疑いのあるギャングメンバーを特定するように依頼し不法にここにいるすべての人を梱包しすぐに私たちの国から持ち出し彼らの出身国に届けますと虎親文,トラオヤ文そして私が大統領に就任した直後に大統領執務室に到着する前にロの国とウの国の間の悲惨な戦争に決着をつけます それは決して起こらなかったでしょう。トラオヤ分。私は大統領としてインフレの悪夢を終わらせ、かつてのように世界史上最大の経済を再建します。トラオヤ分。ほんの数年前のようにエネルギーの独立性とエネルギー支配を取り戻します。テキサスの誇り高きエネルギー労働者は、再びテキサスの石油とガスを組み上げ、生産し、生成して、 アメリカを世界一のエネルギー超大国に変えます。トラオヤ文。私はデサンティモーニアスとは異なり、私たちの偉大な高齢者のために社会保障とメディケアを保護し、急進左派とポール・ライアン共和党の支配体制の両方から彼らを守ります。私は C 国で最も支持されている国家の地位を取り消し、4年計画を段階的に実施します。 c 国からの必需品の輸入を完全になくし、c 国からの完全な独立を勝ち取りますが、それは今のところはありません。トラウェイ文、私は四国共産党に c 国の病原体を世界に解き、放った責任を負わせます。非常に多くの人々が亡くなっています。トラウェイ文批判的理論。 トランスジェンダーの狂気、その他の人種的、性的、政治的なコンテンツを子供たちに押し付ける学校への連邦政府の資金を削減するための新しい大統領令にすぐに署名します。虎ヤ文。私は普遍的な学校の選択と親による校長の直接不大礼を含め、親の権利のために戦います。もし校長が仕事を成し遂げていない場合、 親は解雇して仕事を終えることのできる他の誰かを選ぶことができるべきです。虎親文、私たちは神が男性と女性という二つの性別を創造したことを再確認するためにジェンダーイデオロギーのカルトを打ちまかします。ありがとう。虎親文、若者の美貌を損なうことを助長する梅田の政策を全て撤回し、50週す全てで 子供の性的切除を禁止する法案を送るよう議会に要請します。そして女性のスポーツから男性を締め出します。オ親分。私は、ちくわや顔おむつを義務付けしている学校に一銭も与えません。以前と同じように罪のない命を守り、言論の自由を守ります。オ親分。議会議員の任期を制限する憲法改正を支持し、 札入れを完全に確保するために、天と地を動かします。私たちの目標は、すべての紙の札入れ用紙で札入れすることです。非常に簡単です。虎親分。その日が来るまで、共和党は勝つためにあらゆる合法的な手段を使って競争しなければなりません。この札入れに勝たなければ、国は残ってはいません。と、虎親分。ジュリアさん。 彼は左翼の汚いルールに従ってプレーすることについて話しています。私たちは合法的に収穫を二入れすることを学ぶ必要があります。街角に置いてある二入れを入れる墓を活用して、虎親分はディープがアメリカを破壊するかディープを破壊するかのどちらかだという一節でそれを釘付けにしています。虎親分、 そうあるべきです。私たちはこの国で非常に重要なポイントにいます。ジュリアさん、彼は正しい。虎尾屋文、次の2024の札入れで勝たなければ、私たちの国は滅びると本当に信じています。虎尾屋文、私はあなたの声であり、私はあなたの戦士であり、私はあなたの正義であり、私はあなたの報復です。以上が、 ジュリアさんが伝えるツイッターの書き込みでした。それではまたありがとうございました。